久米部とは、古代日本の軍事的な職業部。久米部、久しめ部とも書き、大久米部とも言う。本来は、久米忠が、友の宮津子として干渉してきたもので、後に、久米忠と共に、大友連の統率下に入った。中国、四国地方に分布し、宮廷の経営、軍事に当たった。久米部は、中国地方、四国地方を中心に、東海道沿いにも分布しており、 宝器国、美正家国、伊予国には、久米軍が存在した。岡山県には、現在も久米軍が存在する。一方で、従来から、大友氏が統括していた、大友部が、東国に多いこと、古事記では対等な立場で描かれている、久米氏と大友氏が、初期などでは、大友氏に、 久米部が従属するかのように記述されていること、久米忠氏が発色のせいでも姿勢されていないところから、久米部を干渉していた氏族が水亡し、久米部も大友氏に管理されるようになったことが想像される。日本初期末期大三上武志天皇、古事記中間、神武天皇上に載せられている久米歌は、久米部の出陣や外戦の際に久米舞と共に歌われたものだという。なら、 平安時代に宮廷の歌謡として伝えられた。ありがとうございます。